日頃よりションタム2をご覧の皆様、どうもションタムです。本日はですね、ご報告がありまして、今回動画を撮らせていただきました。今回ご報告させていただきますのは、ションタム動物取扱業を取得いたしました。いやー、ありがとうございます。はい、ということでしてね、ちょっと神妙なお持ちでスタートしましたが、ついにですね、私ションタムズ、動物取扱業を取得いたしました。まあ一応ですね、いろいろと本当に動物愛護相談センターの方ですとか、動物取扱業を取得していらっしゃる方とかにですね、さまざまなことをですね、質問させていただきまして、今回ですね、取得に至りました。一応ですね、取得しました区分としましては、販売になります。まあカーペットパイソンの繁殖をですね、やりたいっていうふうに考えておりまして、まあ結局のところ、その生まれた子たちをじゃあその先どうするのかっていうことをですね、いろいろと考えていたところ、まあやはりですね、動物取扱業を取得するのが一番良いというふうに考えまして、まあずっと愛玩動物使用管理者を取得したりですとか、動物取扱業を取得に向けて動いておりました。で、今回ですね、ついに立ち入り検査等も全て終了しまして、ついに、動物取扱業の販売を取得することができました。まあ現状ですね、販売するも何もね、生態がいないので、別に例えばお店を開くとかそういったことではないんですけれども、まあこの先ゆくゆく、まあ繁殖等をした場合に、どうするかっていうことをですね、考えておりまして、まあそのために取得したわけであります。いや本当にですね、長かったですね、いろいろとね、まあ紆余曲折ありまして、なんとか、取得に至りました。まあちょっとですね、最初オープニング神妙な面持ちでスタートしましてね、皆さんもちょっとなんか不安な気持ちにさせてしまったかと思いますが、そちらは申し訳ございませんでした。はい、ということでですね、まあ本当ね、短い内容の動画になりますが、まあちょっとですね、そうこのようなことがありましたことを皆さんにですね、ご報告させていただきたく動画にさせていただきました。まあ、今後ともですね、ションタムズぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。シーズンネクスタイム、バイバイ。